はあの富士山の5合目から登るんだけど、山小屋に富士山で何合目まであるの？10合目まである。で5までは車で行ける。まずいな。で5でなんか売店があるんだけど、そこに木の棒が売ってて、ただの木の棒で、6合目、7合目、8合目、9合目ってなんか山小屋があって、でそこで引用してもらえる、ジューって。でそれは買うから、なんか評価を見たら絶対買わん方がいいって書いてあった。邪魔にしかならない。いいいい、やめて。記念で服は、服は買う。スパッツ、スパッツ欲しいんだよね。スパッツ欲しいんだよね、じゃなくて、ね、どっち持ちこれ。ん相談したかった。ああ、行った後で話そう。動画外でね。この上でスパッツさんにフォーカス当ててくれてるみたいで、5合目ラフだね。めっちゃラフでなんだけど、登るとも分かんないよ。寒くてしょうがないみたいな。何枚来てんのこれ。 1,2,3 枚。え、5合目まで登るんだっけ。いや、5合目まで車、ここまではもうバッて行けるわけよ。こっからここまでだ。ちょっと心配になってきたな。もう俺これ気に入った。それで俺は5合目にいる。5合目の状態の俺はここになる。あ、そういう買い方すんの。は、何やな。違う、これ、いや、わかんないから。これ単純に中っていうだけ。ああ、中で、インナーね。あと、もう上買ってきた。カバンの中にレインコートとか入れて、そっちがっていう感じなんだね。カゴとかって使わないですか。それずっと手に持ってますけど。邪魔じゃないですか。カバンカーの見せて。あ、ここにありますね。はい、はい、ありがとうございます。あ、本当ですか。はい、富士山、9月頭に登りたくて、はい、本当にどういう服がいいのかなっていうのイメージ全くついてなくて、ちょっと下がり状態だと限界があるので、はい、教えていただきたいんですけど。かしこまりました。はい、そうですね、基本的に登山とか重ね着でどんどん調整していくんですけど、ウェアの中で一番重要になるのが、はい、レインウェアっていうのが、はい、やっぱり防水の、はいはい、ジャケットとパンツが必須の装備。なるほど、必須なんですね。そうですね。なるほど、これはレインが一番上で、はい、その中にこれですか、もう一枚買って。そうですね、これを一番最初に着て、こう登る。はい、5合目ですね。はい、でちょっとこれでも寒くなる時があるので、はい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 、そしたらその上にとかダウンのようなミドルレイヤーって呼ばれる保温のジャケットをさらに被ります。じゃあちょっと順番にお願いしていいですか。そうですね。ミドルレイヤーからちょっとお願いしていいですか。はい、あー、本当にフリースですね。はい、フリースです。保温の目的とした、はい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 、もう本当に7合目、8合目からこんなんないと寒くてしょうがない。そうですね。そんななんだ。8合目に着くと一気に寒く感じるんですね。それと、はい、もう一つ、ダウンですね。山小屋ではこのダウン、半径で、頂上に登ると4枚つなんですね。そうですね、ざっくり分けるとちょうど4枚。ただ最近だと、さらにこの、シャツの下に幅切る、名古屋によってはこれを着ていくっていうのが最近の登山のレイヤリングスタイルになりつつありまして、これを着ることで、汗冷えを防止することが、登山っていうのは登ってる時にいっぱい汗をかくんですけど、それが標高が上がって寒くなって一気に冷えるって、なるほど、はい、それがすごく体力を消耗してしまうので、こういう肌着を着ておくことで、その汗を冷やさないっていう対策を、本当にありがとうございます。フリースとかダウンジャケットって、はい、その登山用のやつの方がいいですか。やっぱり重さとか、はいはい、動きやすさとか汗抜けの良さっていうのは全然違うので、これね、もうここは渋る気はないの。普段引きこもってるから、こういうところで渋ると痛い目を見るから、ここにはもうお金を突っ込むべきだと思ってるわけ。まあ、ここで買います。ありがとうございます。大丈夫です。ちょっと今サイズが S だとちっちゃい。 S だ
だと、そうですね、お客様だと M 以上だなと思うんですけれども175で S を求めるなちょっと一回羽織ってみますか。あ、そうですね、はい、M がちょうどした、はい、でフリースっていうのはこういう風にピタッと着ることでより暖かく感じられるのでアークテリクスっていうブランドのものが違う場所にありまして、はい、一応この裾帳のロゴマークが特徴なんですけど、これ超かっこよくない？すごいかっこいいですね。かっこよくない？これめっちゃ気に入ったかもしれない。おい、これだろ、これに、これだ、すごいかっこいいです。え、本当ですか？はい、いい、いい、それはもう取れとる。あ、フリース着てダウン着るんですね。すごいよね。フリースとダウン、それぞれ今の季節イメージができん、まあ、雨だったり汗をかくと中の綿が濡れてしまうと、はい、それがぺしゃんこになって保温性を失ってしまうんです。なるほど、うん、え、じゃあもう登山慣れてる時はもう着ない。そうですね、基本的にはもうこれ、ね、こちらでありがとうございます登山用のパンツなんですけど、生地の厚みが、まあ、薄手のものか中厚のものかというところから。なるほど、はい、ただ富士山だったらもうこれからの時期かなり冷え込んでくるので中厚でのものがおすすめ。わかりました、はい、まあ、どれぐらいが中厚かというと、まあ、これぐらい。あ、これで中厚なんですか、ね、はい、人気です。これかわいい。かわいいですよね。かわいい。履いてみるとすごく動きやすさがわかると思います。こういうのもあります。なるほどね、はい、注目を下がるこれちょっと一回着てみていいですか。どうぞ、はい、サイズ感はすごくいいですね、はい。こちらで、はい、ありがとうございます。これで一応、はい、服的なものは全てあるんですか。そうですね、あとはレインパンツの方も必須になるので、これの同じ種類のパンツが今サイズが L サイズがなくて M か XL になってしまうんですよね。はい、で今日も全て揃えられたい感じ。お取り寄せとかだと少しお時間いただく。どれぐらいですかね。ちょっとあの在庫のある場所によるんですけど、もういつ行かれるとかお決まりですか。6日から10日の間。ああ、なるほど。もう1週間。そうですね、もう、それちょっとやめない？6日から10日の間近ない近ない、違う、10日にも閉まるんだって富士山は。そうです、ラストチャンス、ね、そう、もうだ、そうなんだ。そうだからこそ逆に空いてるし最高の富士山体験ができるよちなみに富士山の5合目から10合目って、はい、初心者に登れる感じなんですか。あ、全然登れますほら、でも、ね、今まで全く登山経験がないと、まあ、結構体力的に最初はちょっと疲れるかもしれないですね。一応あの疲れるかもしれない程度ですか。普段運動してればいけるみたいな感じなんですか。脚力とか結構自信があったらそんなに難しいところはないです。技術的なところはない。いけるってしっかりペース配分とかを考えていけば。ちょっとカメラ役で来てもらうんで富士山行くぞってことだけ言って詳細伝えてないんで、ちょっと今驚いてました。ね、一泊するってことも多分知らなくて、あ、そうですか。俺3時間ぐらいで終わると思う。ちょ、全然いいよ。そう全然いいよ。どうですか。これが無害な虫もいますが、一歩間違えれば命に関わる。7号目、8号目のやつ。点が多いめっちゃすごいマジで。あんた、当たれない。めっちゃ伸びてるの。
じいちゃん。何のあれ？何のポーズ？どこのシチュエーションって。こんな格好するときに何あれ？ここら辺はもう硬いですかね。そうですね。このぐらいはまあ山小屋。パぐらいの装置してる感じだとこうやって、はいはい、そのヘッドライトだけは否定できない。ヘッドライトだってあれだって一番使いやすいのはこのヘツルっていうところ、まあ、ボタンを押してるだけなので、はい、割と使いやすいです、まあ、あとはもう夜間行動前提でなければ大体も250円ぐらい。一応誰が払うんやっけ。俺そもそもいかん、いかん。そっから始まる。そこまで巻き戻りの話、うん、止まるさ、そりゃ行きたくない。行きたくない。だんだん行きたくない。こんなとこ来たら行きたいになるはず、うん、逆に、うん、だんだん行きたくなくなって。それ何もらったんですか。これちょっと必要なもの。こっちが登山にもう絶対必要なもの。一段でも言うて、見た感じ、さっき揃えたもので、結構ほんと9、8割方揃ってた。やっぱ揃ってないところが、僕の必須、ランチ、行動食、ここなわけですよ。ここおごり、あ、ナンビーさんがおごってくれるんで。あ、いやいや、ここは俺が出す。ここは、いや、まず登らんけどね。ここは、もうせめてこれは、一旦ここ一応予想は7。一応あれ、いくらだっけ。一応予想 7だね。貯めていただいてるポイント使えますけど、いかがされますか。あ、じゃあお願いします。はい。あ、もう大満足でしょ。これはもう12万分。12万分買ったんで、まああと登るだけと。予定としてはフェイさんが閉じるのが9月10日になるから、それまでにちょっと予備の山っていうか練習の山一つ登り。今何日。今、うん、今日、うん、今日今26。8月26。だから前結構カツカツだけど。まあ1個山登って、で、まあ、10日までにアタックと。で、まあ、天候次第でちょっと日程がわからないから、まあ、そんな感じの日程になります。で、今日はちょっと、石井スポーツさんに協力いただき、買い物の動画を撮らせていただきました。意識揃ったんで、まあ、富士山に備えて体づくりやっていろいろ頑張りたいと思います。ありがとうございました。スタミでした。そう。